プーチンは人殺し。ロシア政府も統制できない SNS の力。ロシア北極圏の刑務所で先月死亡した野党指導者アレクセイ・ナワリヌイを追悼するため、雪の中、厳重な警備もものともせず、数千人が首都モスクワの通りに繰り出した。ナワリヌイの葬儀では、集まった支持者が花束やろうそく、プラカードを買い求め、プーチンなきロシアを、ロシアを自由に、さらには、プーチンは人殺しだ、といった声を上げた。また、ウクライナ侵攻をやめるよう訴える人々もいた。別の時代であれば、このような大物野党政治家の葬儀は、黙殺されたかもしれない。だが、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の指示で、毒殺されたと主張する、ナワリヌイの支持者らは、動画投稿サイト、YouTube で葬儀の様子をライブ配信した。2011年のアラブの春を彷彿とさせるような画像や動画がソーシャルメディア上で瞬く間に広がった。今から107年前、ユリウス暦の1917年2月、帝政ロシアでは民衆の大規模な抗議行動が2月革命に発展し、ロシア帝国はわずか数日で崩壊した。2月革命は指導者も正式な計画もないまま始まった。少なくとも現時点では歴史が繰り返されることはないだろう。しかし、ロシア国内にプーチン大統領やウクライナ侵攻に反対する人々が存在している事実をソーシャルメディアは世界に示した。ロシア政府はこうした光景が国境を越えて拡散されるのを好まないかもしれない。けれども、ソーシャルメディアは誤報を広める一方で、真実を伝えることができるのも明白な事実だ。ソーシャルメディアが国境を越えて言論にもたらす影響について、米ミシガン大学情報学部教授で副学部長のフリ・フランプ博士は、誤った情報の拡散や礼節の低下という観点から、数多くの議論がある中で、ソーシャルメディアが良い影響をもたらしている例も数多くあると指摘。さらに次のように説明した。その一つは、ソーシャルメディア企業は政府の支配に抵抗する傾向があり、世界中にサーバーを持っているため、政府が報道機関に対するのと同じように、統制することが難しいという点だ。これに対する唯一の解決策は、中国がやったようにサービスを完全に企業から切り離し、代わりとなるものを国内で開発することだ。ソーシャルメディアでは情報を作成し共有するための障壁が低いため、多くの人が抗議のコンテンツを共有することができる。これだけ多くの人々が投稿を拡散するから、ラジオ局や新聞社のような一つの情報源より統制することが難しくなるのだ。ロシアに転機は訪れるのか。2月革命が起こったのは、帝政ロシアが戦争に巻き込まれ、実質的に行き詰まっていた時だったことも忘れてはならない。現在のロシアの経済状況とは大きく異なっているが、戦争反対の声はどれだけ拡張してもしすぎることはない。米ニューヘブン大学コミュニケーション映画メディア学部のスーザン・キャンベル講師は次のように述べた。現大統領は司法と警察を完全に支配しているようだが、この国民的な盛り上がりがロシアの転機になるかもしれないという期待がある。ソーシャルメディアによる運動という観点からは、確かにこの国を深く変える可能性がある。ソーシャルメディアは、二つの消費者がメディアを主体的に読み解く能力を試し、引用している情報源がプロパガンダではなく正当なものであることを確認するのに適切な場でもある。アラブの春も同じような可能性を持っていたが、投稿にいいねをつけたり共有したりするだけでは不十分だ。スマートフォンとインターネットさえあれば、誰もが世界中に情報を発信できる世の中では、専制君主や独裁者、腐敗した政府が反対意見を陳述することが
難しくなっている。戦術のランプ博士は、抗議活動やそれに代わる言説を共有する上で、ソーシャルメディアは依然として効果的な手段だと強調した。ロシアはいつの間にか超独裁国家になりましたね。ナワリヌイ氏ばかりでなく、プリゴジン、マケイ外相、オリガルヒなど不審死の山です。しかも大統領選でも反対派は出られません。救いはフィンランド、スウェーデンなど NATO も加盟国が32国になり、どんどん強くなっていることです。奥様のユリアさんにはかける言葉もございませんが、気をしっかり持って頑張ってほしいです。また今後はロシア市民の正義の力を少しでも世界に向けて発信してほしいです。プーチンに刺客を送り、暗殺計画を企てる者がいても不思議ではない。ロシアの明智光秀として期待されたプリゴジンも反体制派のナワリヌイ氏も暗殺された。これは大統領選挙の不穏分子を殺害するという強硬手段を使わなければならないほど、反プーチン派の自主性は大きく、プーチンに追い詰められていると危機感を持っている裏返しである。戦死が増加すればするほど、プーチンに恨みを持つ遺族も増加する。それは国内外に広く存在するだろう。彼らがパルチザンと連携して、プーチンとその取り巻き殺害計画を綿密に練っているかもしれない。プーチンはウクライナ侵攻を機に枕を高くして眠れない日々が延々と続くだろう。ロシアのプーチン大統領、権力を強化するには戦争状態を維持し続けるしかない。専門家が警鐘。ロシアのプーチン大統領は自身の権力を強化するには戦争状態を維持し続けるしかないと政治学者のマリー・マンドラ氏は最新著書で書いている。プーチン大統領は政治的暴力、紛争、出口の見えない戦争を通じて権力を維持してきたとマンドラ氏は言う。経済的、外交的に孤立していても、プーチン大統領は次の大統領選で勝利すると見られている。パリ政治学院の教授、マリー・マンドラ氏の最新著書によると、ロシアのプーチン大統領は自身の権力を強化するには戦争状態を維持し続けるしかないという。彼は猜疑心の塊のような指導者の論理を持っていますと、マンドラ氏は2月26日、フランス24で語った。サバイバルモードにあるのです。というロシアに関する著書を2月下旬に出したばかりのマンドラ氏によると、プーチン大統領は1999年に当時のエリツィン大統領によって首相に任命されて以来、紛争や戦争だけでなく、たくさんの政治的暴力を使って、権力の座に居座り続けてきたという。チェチェンやジョージア、ドンバス、シリア、ウクライナでの戦争もこれに含まれる。プーチン大統領は、今から20年以上前に、思いがけずロシアのトップに躍り出るまでは、あまり知られた存在ではなかった。自分の欲望と支配を受け入れさせるために周囲を恐怖に陥れるにはどうしたらいいかと彼は目先の短期的なことしか考えていませんとマンドラ氏はフランス24に語った。同氏によるとロシアは危険な独裁国家であるため大きな革命や反乱が起こる可能性は低いという。ロシアのウクライナ侵攻は西側諸国による全面的な対ロ政策につながり、ロシア経済を孤立させ、外交的にもロシアを弱体化させた。その経済は持ち直しているようにも見えるものの、マンドラ氏は数字を額面通り受け取ることには注意を促した。経済状況も社会情勢もよくありませんし、公式の統計を信用するべきではありませんと、同氏はフランス24に語った。ロシアは2月上旬、2023年の実質 GDP 成長率を 3.6% と発表した。専門家はロシアの成長は主に戦費と補助金によってもたらされていると指摘している。プーチン大統領は現在、3月に予定されている
大統領選で5期目を狙っていて、当選が確実されている。ロシアでは反政府活動家、アレクセイ・ナワリヌイ氏が2月16日刑務所で急死した。ナワリヌイ氏は長年、プーチン大統領やその側近を声高に批判していて、EU はナワリヌイ氏の死について、ロシアに責任があると述べている。ここに書かれていることが正しければ、なおのこと、プーチン大統領に、ウクライナ戦争を勝たせてはいけない。プーチンは、NATO が手出しすれば、悲劇的敗北が待っていると、恫喝しているけれども、それは、使えない核を見せびらかしている、立てこもり犯の心理によく似ている。西側世界は、ロシアが経済的有力を使い切るまで、徹底して経済制裁を続ければ、ロシアがいくらウクライナに立てこもっても、ロシアが世界経済の維持区画である以上、展望は開けないに違いない。ロシア経済はいずれ、どんどん底を破って、窮乏に困り果てるに違いない。